オープンコンテント。オープンコンテントは、オープンソースから類推によって作られた文章、画像、音楽などの著作物を利用者が自由に利用、修正、再販布することを許諾した作品、コンテンツの総称である。利用、修正、再販布が許諾された作品に類する概念、用語は複数存在しており、オープンコンテント、オープン作品、自由文化作品、 フリーコンテントなどがある。オープンコンテントは作品の改変するための元データと最終成果物のみを公開することで創造の過程や更新の過程なども共有して作品の修正をより自由に行うことを手助けする。オープンコンテントは著作権法のもとに作品利用が許諾されており、その利用に際する制約は作品に適用されているオープンライセンスに依存する。 オープンコンテ,ンテントの概念は、ユーザー生成コンテントメディアソフトウェアエンジニアリング、研究、教育、立法など、多数の分野で応用されている。オープンコンテントの概念は、類似した思想、用語が、複数存在しており、それぞれ異なる背景や理念を持っている。は、オープンコンテントを、自由で、高級的な語 R、リテイン、保持リユース。 再利用リバイズ、改変リミックス、編集リーディストリビュート、再販布の権限を利用者に提供するライセンスで販布されるコンテンツと説明している。はオープン作品をにおいてがかせられ、高々一回限りの利用許諾費用でインターネットを介してダウンロード可能で修正可能なオープンフォーマットで販布されるコンテンツと定義している。たちは自由文化作品。 およびフリーコンテントを自由文化作品の定義において誰でも目的を問わず自由に学習、利用、修正が可能な作品と定義している。オープンコンテントの概念と用語は1998年が設立したがを策定したものが根源となっている。この時、オープンコンテントプロジェクトはオープンコンテントをオープンソースや フリーソフトウェアのコミュニティが利用するものに類似するライセンスを適用した自由な利用、修正、再販布が可能なコンテンツと定義していた。ただし、この時の定義はオープンコンテントを商用に用いてはならない制約を含んでおり、厳密にはオープンコンテントライソンスも適合するものではなかった。その後、オープンコンテントの公開性をご RS、リテイン、保持リユース、 再利用リバイズ、改変リミックス、編集リーディストリビュート、再販プで述べた。また、オープンコンテントと著作権法の平行性についても言及し、著作権法に従って著作権保持者がライセンスで作品の利用を許諾することを述べた。オープンソースの定義や自由文化作品の定義と異なり、オープンコンテントとして名乗るために作品が、 承認されなければならない明確な基準は存在していない。それ以来、各団体やライセンスで汎用、宣伝され、従来の著作権制約を伴わないより広い利用範囲を持つ作品のあり方が登場した。2001年、ローレンス・レッシグは著作者が自らの著作物の再利用を許可するライセンスである、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを策定する。 クリエイティブ・コモンズを設立した。2003年、デイビッド・ウィレイは、クリエイティブ・コモンズにディレクター・オブ・エデュケーショナル、ライソン説として参加し、同団体でのオープンコンテンツの促進活動を支援することを発表した。2004年は、イギリスのケンブリッジでオープンなコンテンツとデータを促進・共有する国際非営利団体となるを設立した。2007年、 オープンナレッジ財団はを定義するを発表した。2014年10月、オープンソースの定義、フリーソフトウェアの定義、自由文化作品の定義と同様に、オープンナレッジ財団は、バージョン2.0でオープン作品とオープンライセンスを定義した。その他の定義との明確な違いは、パブリックドメインを中心にしていることと、利便性、オープンアクセスと可読性、 オープンフォーマットに焦点を当てていることである。2005年10月、Yahoo!、インターネットアーカイブ、カリフォルニア大学、トロント大学などはデジタルスキャン文書のアーカイブの永久的な構築を目的としたオープンコンテントアライアンスを設立した。2008年5月まで、マイクロソフトもライブブブックサーチプロジェクトの一環としてオープンコンテントアライアンスの活動に参加していた。 デジタルスキャン文書のアーカイブの一部はインターネットアーカイブのオンラインコレクションとして保存されている。2006年、リチャード・ストールマン・ローレンス・レッシングたちはフリーコンテントを定義する自由文化作品の定義を発表した。2008年、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを自由文化作品の定義に準拠した自由文化作品の公認ライセンスと承諾した。 自由文化作品の定義はウィキペディアでも参照されている。著作物の法的な起点として、コピーライトパブリックドメインコピーレフト及びライセンスがある。コピーライトは著作権法のもとに著者や作者の作品の複製、掲載などの著作物の利用権利を制御する概念である。多くの司法権においてコピーライトは有効期限を持ち、 一定年数の経過によりその効力を執行して作品をパブリックドメインのもとへと移行する。著作権法は知的作品、芸術作品の作者の権利とその作品を利用する他者の権利のバランスをとっている。コピーライトの有効期間内においてフェアユースを除いて著作物は作者の許諾を得て利用、修正、再販布を可能とする。 古典的なコピーライトの概念は、第一に、作品利用や、フェアユースに際して、ロイヤルティの支払い義務などにより著作物の利用を、制限する。第二に、作者の予期しない、著作物の利用を抑制する。第三に、マッシュアップやコラボレーションのような、派生作品の生産を制限し、作者同士の区分を認識させる。パブリックドメインは、 著作権を執行した人物や著作権が適用されることのないアイデアや事実からなる作品の状態である。パブリックドメイン作品は、作者が自明に交友に置いたり、もはやその作品の利用、反プをコピーライトにより制御することがない作品である。そのような作品は法的な制約に縛られず、作品を利用、修正、再反プすることができる。 パブリックドメイン作品やパーミッシブライセンスが課せられた作品はコピーセンターとも呼ばれる。一般的に使用されているパブリックドメインシンボルはに右上から左下へ斜線を引いたものである。コピーレフトはコピーライトの言葉遊びから誕生した作品を利用、修正、再販復する自由の権利を行使するために著作権法を使用する概念である。 コピーレフトの目的は作者が制作したコンテンツを作者以外の利用者が利用、修正する自由をコピーライトの下に著作権法に従って様々なライセンスで規定する法的フレームワークを提供することである。パブリックドメイン作品と異なり作者はコンテンツの著作権を保持したまま作品利用に対して制約の少ないライセンスによりコンテンツの利用、修正を許可する。 コピーレフトライセンスは、源の作品の著作権表示を維持したまま、派生作品に同一のライセンスを課すことを求める。一般的に使用されているコピーレフトシンボルはを左右反転したものであり、文字そのものには意味を持っていない。ライセンスは著作権法のもとに作者が他者に対して作者の定めた制約に従う範囲でのコンテンツの利用を許諾する。 コンテンツに課すライセンスにおいて、ライセンスの制約を緩めて、パーミッシブライセンスとすれば、オープンコンテントとして他社に、作品の利用、修正を許可し、一方で、ライセンスの制約を締めて、プロプライエタリ、ライセンスとすれば、コピーライトに従って、作品の利用を制限する。パブリックドメイン相当の制約で、コンテンツ利用を許諾するライセンスとしては、c c イや、 WTFBL がある。コピーレフトライセンスの例としては GFDL や CC by SA がある。オープンコンテントの概念は専門分野においてより特化、洗練した形をとり各分野で作品、制作物、成果の利用、修正、再販布及び共有をしている。ユーザーが生成したコンテンツを一つの形に取りまとめて そのコンテンツをオープンライセンスで反復するユーザー生成のオープンコンテントのあり方がある。ウィキペディアはウェブ上の利用者が生産するオープンコンテントの中で最もよく知られているデータベースの一つである。ウィキペディアの記事はウィキペディアの提示する利用許諾ライセンスを執筆文章に課すことを執筆者が同意しており、同ライセンスの下に記事を利用することができる。 ウィキペディアのコンテンツの大部分はオープンコンテントであるが一部の著作権のあるコンテンツはフェアユースの下で利用されている。テキスト、音楽、画像、動画などのメディアコンテンツではクリエイティブコモンズなどが提供するライセンススキームに従って作品の販布を許可している。クリエイティブコモンズライセンスのすべてが完全に自由な作品の利用を認めているわけではなく ライセンス条項によっては、商用利用禁止、改変禁止などの制約を伴って、販布を許可するものも存在する。クリエイティブコモンズライセンスは自由文化作品の定義に従ったライセンスであると承認されている。クリエイティブコモンズのデジタルライブラリーでは、写真、クリップアート、音楽、文学などのオープンコンテントを提供している。あるウェブサイトにある、 オープンコンテ,ンテントを別のウェブサイトで大量に再利用することも合法ではあるが問題を引き起こすため適切ではない。ソフトウェアではパーミッシブライセンスやコピーレフトライセンス化したソフトウェアのソースコードを公開することで利用、修正、再販布が可能となっている。オープンソースイニシアティブやフリーソフトウェア財団が標準化団体として存在し、オープンソースの定義や フリーソフトウェアの定義により、オープンコンテンツのソフトウェアのあり方を示している。単純化した作品のコラボレーションと同様にモジュール化したソフトウェアのマッシュアップは、複数の作者のコンテンツを一つのソフトウェアとして構築することを認めている。オープンソースの開発モデルは、科学研究などの古典的な学術分野に代表されるピアニ識式及び、 共同利益のインセンティブを有すると分類されており、このインセンティブモデルから生じる社会構造は、コンテンツの生産コストを低下させる。P2P の開発モデルで、ソフトウェアの重要な観点が与えられることにより、開発者から知識蓄積の負担を取り除き、ソフトウェアの開発コストを削減する。開発者から利用者にソフトウェアを提供すると同時に、利用者から開発者へソフトウェアリソース、 アイデア、レポートバグが提供されるなら、開発モデルは利用者の人数に依存せず、実現可能なスケーラビリティを持つこともできる。オープンコンテントのソフトウェアとソースコードのインターネットを介したハンプは、ホスティングサービスにより自由に利用できる環境が整っている。オープンコンテントの概念はエンジニアリングにおける、設計やノウハウの分野で、製品開発に関わる、 コスト削減や知識共有のために使われている。の概念は、移動体通信、小規模製造、自動車産業、農業などのプロジェクトで使われている。製造分野でのオープンデザイン手法は新規もしくは、既存改変の機器のコンポーネントを設計、製造するカナダドルや CAM に利用されている。は、オープンソースのハードウェアの概念として、オープンソースハードウェアを提唱し、 ハードウェアの知識、企画、製造の自由な利用、修正、販布を促進している。これらの開発基盤となる迅速な製造技術により、エンドユーザーは、オープンコンテントのソフトウェアやハードウェアを使用して、設計図から独自機器を製造することもできる。学術分野において、知識、研究結果、論文、書籍などのコンテントは自由利用は一般的ではないが、 オープンコンテントの概念を伴ったコンテンツの利用、反復を認めるオープンアクセスも広がりを見せている。オープンアクセスはオンラインの研究結果を著者の課したライセンスに従う範囲での自由な閲覧と利用を認めている。著者は研究結果の閲覧者を拡大するためや思想的な理由からオープンアクセス出版を利用する。プローズやなどのオープンアクセス出版社は オープンコンテントの論文の出版、閲覧をサポートしており、このような出版形態は人文科学より科学の分野でより使われるようになってきている。アメリカ国立衛生研究所 EU など様々な投資組織や政府研究機関が資金調達の資格を得るためには学術成果をオープンアクセスとするとすることを定めている。マサチューセッツ工科大学など機関レベルの大学は 自身の理念の紹介でデフォルトでオープンアクセスとすることを述べている。いくつかの組織の理念では時間差で公開したり研究者へ資金請求してオープンアクセスへ研究成果を提供している。オープンコンテントの出版は従来大学が一般的に加入して支払っていた研究成果の情報を得るためのコストの削減の手法とみなされていたが現在では 質の良くない論文の提出を抑えることで、業界全体の論文の質を高める手法であると考えられている。非オープンコンテ,ンテントの論文を大学が入手するためには、費用がかかるかもしれないが、そのような出版社が費用をかけることなく、論文は信頼しうる学者によって、執筆、査読がなされている。この点において、とカリフォルニア大学のように、 出版社と大学の間でサブスクリプションコストについて論争が起きることがある。高等教育のための代替ルートを提供する、教育リソースを作成するためにオープンコンテントが利用されている。従来の大学は高価で学費、授業料は高騰しており、オープンコンテントの教育リソースは教育、学習コンテンツの共有と再利用に観点を置いた、 自由な高等教育を提供する一つの手法である。オープンコースウェア、カーンアカデミーなど多くのオープンコンテントを通した教育を促進するプロジェクト、組織がある。MIT エルタフッツなどの大学はオープンコンテントの学術分野利用の手法として教科書、参考資料、レッスンビデオチュートリアルなどを自由に利用できるよう公開している。そのような手法は 機関全体の方針として採用したり、研究者個人や部署、部門の非公式なコンテンツとして提供したりする。どんな国、政府でも自身の法律と法システムを持っており、立法府が制定した成分法や判例に基づく不分法が法律文書として存在している。法の支配を受けた国家では法律文書はオープンコンテントとして公開されているが、 一般には明確なライセンスが課せられているわけではなく、厳密にはで公開されている。いくつかのわずかな国家はでは、イギリス政府における CC 版4.0とライセンスの互換性があるなど、法律文書は明確なオープンコンテントのライセンスが課せられている。他の多くの国家では、法律文書は政府を著作者として、同国家の著作権法のもとに適切に扱われる。 ベルヌ条約による自動的な著作物の保護は法律文書には適用されず、第2.4条で公文書は著作物の保護から除外することが明文化されている。法律文書はライセンスを継承することもできる。各国の法律文書類はユーロレックスなど各国のリポジトリを通じて利用可能である。一般に 法律文書は一つ以上の正式版が存在するが、主に閲覧される文書は、ガバメントガゼットで公開されたものである。そのため、法律文書は、最終的にはリポジトリ、またはそれを含むガバメントガゼットが提示するライセンスを継承することができる。オープンライセンスは、オープンコンテントの著作物を、コピーライトの下に、その作品の作者の定める制約に従って利用者に、 利用、修正、再販布を許可するライセンスの総称である。オープンライセンスには、作品の利用制約の緩いパーミッシブライセンスや、利用者の自由を広げるコピーレフトライセンスなどがある。和において、オープンライセンスの単語を定義し、オープンライセンスとして適したライセンスの一覧を管理している。たちは自由文化作品の定義に準拠していると、判断したライセンスのリストを管理している。 オープンライセンスはオープンソースライセンスと同様ライセンスの互換性、ライセンスの反乱、ライセンス感染の課題が存在し、ライセンスの策定及び選択は注意深い検討が必要である。オープンナレッジインターナショナルは数あるオープンライセンスのうちで利用を推奨するライセンスを提示している。オープンライセンスには特定分野に特化したライセンスが存在する。 ソフトウェア分野ではソフトウェアのソースコードやソフトウェアの挙動について制約として細かく言及したオープンソースライセンスがある。メディア分野では GNU、GPL GN 同等の制約を芸術作品に適用することを目的としてコピーレフタタトゥードの策定したフリーアートライセンスがある。ゲーム分野ではテーブルトーク RPG のシナリオについて言及した。 ウィザーズ・オブ・ザ・コーストの策定下がある。政府資料、法律文書では、政府のウェブサイトで反布されるコンテンツを CC 版4.0と互換性のあるオープンコンテンツの利用を許諾するライセンス、利用規約として、イギリス政府のや日本政府の政府標準利用規約がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。